こんにちは、ビーズドール作家の春です。ゼロから始めるテグス編み、今回は基本の編み方パート2、拾うです。何それって思ったかもしれませんね。一度編んだビーズにもう一度テグスを通して新たにビーズを足して編むことを拾うまたはすくうと言います。この動画では拾うで統一します。それほど難しくはないのですが、どのビーズをいくつ拾うかによって形が決まってきます。立体モチーフなどを作るときにとても重要な方法になりますので、必ずマスターしてくださいね。今回はこのような指輪を編みながら説明したいと思います。まずは材料です。3ミリビーズ1パック、これは100均などで手に入るビーズで構いません。3ミリがなければ4ミリでもいいです。個数は指輪のサイズによって変わりますので、1パック用意すれば確実ですね。テグス2号または3号、90センチ。まずテグスにビーズを4つ入れて、4つ目に入れたビーズで交差をします。次に左右のテグスにビーズを1つずつ入れて、新たなビーズ1つでテグスを交差させます。あとは第5回目のビーズボールを作った時と同じ要領で12段から15段ほど編んでいきます。私は15段編みました。このように指に巻きつけた時に少しだけ大きめになっていれば OK です。両端をつないで輪にします。このように置いて、右の手ぐすにビーズを1つ入れて、一番上にあるビーズを拾います。テグスを引き締めたら、新たなビーズ1つで交差します。これで1段目が出来上がりました。ここからは2段目を編んでいきます。左のテグスにビーズを3つ入れて、3つ目に入れたビーズで交差します。
次からは右のテグスで1段目のビーズを拾いながら編んでいきます。右のテグスで右上のビーズを1つ拾い、左のテグスにビーズを2つ入れて、2個目に入れたビーズで交差します。もう一度やってみましょう。右のテグスで右上のビーズを1つ拾い、左のテグスにビーズを2個入れて、2個目に入れたビーズで交差します。同じ要領で最後から1つ手前のところまで編んでいきます。2段目の終わり方です。右のテグスで右上のビーズを拾い、左のテグスにビーズを1つ入れて、両方のテグスを真上にあるビーズの中で交差させます。これで2段目が出来上がりました。最後は2段目をもう1周編んでテグスを処理します。そうすると補強にもなりますし、形も歪まず綺麗になります。もう1周編むのが面倒だったり時間のない人はテグスを結んで処理しても構いません。一周したらテグスをカットします。これで指輪が出来上がりました。同じサイズのビーズでも素材や色を変えればこれだけ雰囲気の違う作品が作れますよ。いかがでしたか？一直線から輪っかにするときや2段目を編むときなど、どのビーズを拾うのかが分かればとても簡単です。
そして1段目から2段目を編む時の方向転換の仕方などは今後いろんな作品で使うので、これも覚えておいてくださいね。それではまた次の作品でお会いしましょう。バイバイ。